やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクサじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。やってみろよ。なんで立花不動産にやる？何？わかってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたが、おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。頭の息がかかったおめえがな。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って空の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか？どう思うが、あんたの勝手だ。もうね、ごまかすのが下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだ。もう立花不動産、もう空の一坪の持ち主を見つけたのか？そうか、まだか。それでも手がかりくらいは掴んだはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見りゃ読んだかんね。おめえは分かりやすくて本当いいや。なあ、キリュウよ。俺に立花不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようでな。青にはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はね。やってくれりゃ、戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ、風間が空の一つに手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか？堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思う。やってみろ。頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦山のことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた立花に会ってどうする気だ？からの一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか？朝まで考える時間があるな。立花渡すか、おめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始める。獲物は当然
お前の首で。